皆さんこんにちは。えー、令和四年予備試験論文式民法の回答速報となります。で今回の民法の問題でありますが、設、えー、問一これはですね、もう典型的な論点ですね、えー。目的別の品質に関する契約不適合を理由とした代金減額請求と損害賠償請求、これがそれぞれ問われています。でこれはですね、あの平成二十六年の 予備試験の過去問これで、ねえー、題ですでに、ね、取材されているので、まあ、答案の書き方とかね答案の流れみたいなものについては26年の予備試験の過去問ね、まあ、ちゃんとやっているのであれば、まあ、迷うようなことでは、ね、ないんじゃないかなと えー、思いますこういったね説問1っていうのは問われてること自体は簡単なんですけれどもじゃあいいざ書ててみようってなるとと意外と、えー、筆がが止まりがちですなのでやっぱりこういったね、えー、ことこそまあ、これまあ,あの債権取大権とか差害行為取消権、まあ、令和2年正面から出ましたよね。あれと同じで何問われてるかわかるんだけれどもいざ書いてみようとなると条文の文言と問題文の事実関係を一つ一つ結びつけながらね 論じていくことになるわけで意外とその,その場で自分で条文の文言を引っ張ってきて問題文の事実関係を結びつけてってことをやらなければいけないので論証パターンの貼り付けではあ対応できないんですよねなので、まあ、文章構成力とかね。 え、まあ、情報を操作する力だとか、そういったね、まあ、底力っていうのが、えー、まあ、問われてくる問題になってくるわけです。ただ、もちろんね、あの過去問で同じ問題出てるわけですから。まあ、二十六年の過去問ね、ちゃんと分析しているのであれば、まあ、その底力みたいなものがなかったとしても。まあ、二十六年のね、答案をベースにして、これをね、まあ、今回の問題文の事実関係に、まあ、えー、まあ、組み替えるだけでですね。まあ、ちゃんと完成度の高い答案を作ることが、できるということです。 なので何問われてるかってところではえ簡単なんだけども書き方のところでやっぱりね受験生間で大きく差がついてくるまあそういった意味で真の実力は問問われているる題であると言えますでえ今回はですねあの A と B との間でまあ高建物に関するね建築請負契約を締結しましたで事例2において外壁に塗装 α を使うってことについて合意しているわけですよね。 なので外壁に塗装 α を使うっていうことが目的物の品質に関すするる契約内容にに取り込まれているわけですにもかかわらず塗装タを塗料 β を使っているわけですから目的物の品質に関する契約不適合これが認められることになるわけです。以上を踏まえて説明1の括弧1から見ていきましょう。 B は A に対して本件請負契約の目的物ある交代分の品質に関する契約抵抗を理由として「断金減額請求権」これまあ売買に関する条文が他の優勝契約準順用されますからねちゃんと順用条文も書くと。で、えー、代金減額請求をしていると考えられると。でまず前提として請負契約の締結これが必要ですよね請負契約の締結これが必要ですからまずそこから書きましょう、まあ、これは問題文の事実関係引っ張ってくるような感じで書けば足ります。 こういった、ね、当たり前のことを書けるかどうかっていうとこでですよねで次に目的物の品質に関する契約不適合を検討することになるわけでありますが要するに今回の高建物の品質に関する契約内容はどういったものなのかってことを確定する必要があるわけです。これがいわゆるる契約内容の確定作業に関すす話ですねでね まず当事者間で合意があるのであればこの合意を、えー、によって契約内容が形成されることになります。で当事者間で合意がないのであれば品質について、まあ、具体的に品質のうち外壁の塗料としてどういったものを使うかどうかについて仮に当事者が合意していないのであればいわゆる合意の献血ってことが認められるわけですね。で問題を解決するために 契約の、えー、内容として、えー、この塗料をどういったものを使うことが予定されてるのかってことをね明らかにしなければいけないで合意によって明らかにできないのであれば補充的解釈や、えー、民法の任意規定を使ってまあ,あ民法の規定を使って補充していくわけですよね。で今回どうなのかっていうと補充的契約解釈とかやるままでもありません明確に合意しますよね。 外壁の塗装では塗料 α を使うんだってことについて合意があるわけですからこの合意内容通りの契約内容になるわけです。ということですね。なのでこれ特にねなかなかと論じるようなことではないですからね問題なく契約内容になりますからそうすると引き合わされた目的物である高建物の外壁の塗装において塗料 α があーそのタが使われていることは、えー、契約内容の不適合に該当すると。もうね 皆さんは主観的可視概念に立つわけです客観的貸し概念ではなくて主観的貸し概念に立つわけですから当事者が塗料 α を使うんだってことを契約内容にしている以上は塗料あるタっていうものがより高価で、ね、価値の高いものであったとしても契約内容の不適合これが認められることになるわけです。これがいいわゆる主観的可視概念っていうものですね改正民法はこの主観的貸し概念を前提にしています。 ちなみに改正毎民法下でも判例通説は主観的可視概念に立ってました。で B が塗料ァによる再塗装を求めたが A がこれを拒絶してるんだから相当に期間を定めて履行の再追加の催告をしその期間内に履行の追加がない時にも当たるとあとは代金減額請求権の発生障害事由として原告のね奇跡事由があるかどうかっていうと、まあ、これはないわけですよね。別に B が関与してるわけではありませんから。 あとは代金減額請求権という形成権でありますから、行使して初めて代金の減額っていう法律効果が発生するわけですね。まあ、これもちょっと軽く書いてあげるということです。まあ、これも過去にね。司法試験でもこここれ書けっていう指示があったんですよね。えっ、ー、と令和2年だったかな。確か、令和2年の過去問で、えー、そういった次第がありました。あとは設問1の括弧に見ていきましょう。これはまあ損害賠償請求ですね。 具体的には追款に代わる損害賠償請求をしていくことになります。で、あの債務履行責任に基づく損害賠償請求を書くときには、基本的には要件頭出しした方がいいです。 あ例えば不法行為とか不当利得だったら要件の頭出ししなくていいんですけれどもあの債務不履行責任に基づく損害賠償請求の場合は要件の頭出し原則としてやってくださいこれはあの過去の司法試験の主題者出,出題趣旨採点実感でも要件の頭出しを求めるような記述がなされてるんですねなので債務不履行に基づく損害賠償請求の時にはなるべく要件の頭出ししてください で今回はですね、まあ、基本的な要件が一から五なわけでありますが、えー、追加に代わる損害賠償請求なんで履行に代わる損害賠償請求と同様に2項の要件が加重されるんじゃないかってことが一つ問題になるわけです。 でこれももう過去の令和2年の司法試験令和2年かな確か司法試験の過去問でも取材されていますでこれはまあどっちの見解でもいいんですけれども通説的な見解は追加に代わる損害賠償請求権については履行に代わる損害賠償請求に関する2項の要件は適用または類推適用されないと返していますなので2項の要件は加重されないんですねよって今回の損害賠償請求の要件は一ないし五のみとなりますで あとは一つ一つね、検討していくわけでありますが。えー、本件を旧契約も続く仕事完成債務として。ええー、こう建物外壁の塗装で塗料アルファを使用する義務を負っていたと。これはもうさっきね、説も一応消耗地で認定済みですよね。なので、外壁の塗料に。塗装に塗料、ベータを使用したことは仕事完成債務の不完全履行。不完全履行です。っていう意味で、えー、債務の本心に従ったり履行しないときにあたるということですね。 で蒸気債務履行により遅くとも、えー、高建物の引き渡し時には再塗装に要する費用相当が損害が発生してるとこれ何なのかっていうとこれねちょっと引っかかる事情があるわけだよね。えー、説問1の証文2で A が、えー、塗料 α による再塗装を行う旨を申し入れたんだけれども B がこれを拒絶していると言ってるわけですね。なのでこれって本当に損害発生してんのかってことが疑わしい。 わけなんですけども、そもそもどの時点で損害が発生するのかっていうと、早くてこう。建物が完成した時点、遅くともこう。建物が引き渡す。引き渡された時点。その時点で再塗装に要する費用相当額の損害が b について発生するわけです。なので、a が再塗装の申し入れを断ったっていうのは損害が発生した後の事情なんですよね？損害が発生した後の事情です。 だから損害の発生を否定する事情にはならないですしえさらに言うともう債務不履行はすでに発生っていうのはあの塗,装を塗料をあのベータを使っ,た使って高建物を完成させた時点で成立しているわけですからその後の B の再塗装の拒否っていうものは債務不履行の発生に関係ない事情ですよね債務不履行の発生後の事情だから。 だからもちろん債務者の面積自由を肯定するような方向で働くことでもありません時系列的にもうあの面積自由を検討する基準時の後に発生した事情だから債イ層の拒否っていうのはこういったことを気をつけましょうね。で あとはじゃあ面積自由これがねあるかどうかってことなんですけどもまあどういった経緯でねえ塗料 α ではなくて β を使うことになったかっていうとまあこれ事情がですねえ事例の3にあるわけでまあとりあえずこれをバーッと引っ張ってくるわけですよね。これ面積自由で使う事情なんだなってことはこれ分かると思いますでとりあえず全部引っ張ってくる。じゃあこれをもって面積自由と言えるかっていうとあの塗料 α で外壁を塗装することが法令によって禁止されているとかそういった事情があるわけではないわけですよね。となるとえこのね 前期3の債務不履行が契約外在的リスクを原因とするものであるとして免責由を認めることそれはできないよねということなんで B の損害賠償責認められるとということですそれから説問の2でありますがこれは時効の問題ですまあちょっとねあの相続による親権限への転換っていうね 相続による親、えーえー、権限による、えー、自主占有の転換ということがね問われてるんでまあちょっとねひねった問題なんですけどねこれはちょっと法律関係図書かないと何問われてるかわからないと思います見ていきましょうで、えー、C がオツ不動産をまあ所有しておりまして、えー、これについて使用対策に基づいて引き渡したわけですねで D が、えー、この本件不動産を使って本件ラーメン店を開業しましたと。 でその後 C について単独相続が生じて E が単独相続をしましたでその後、えー、令和9年3月1日に D が死亡して F が単独相続をしたとでその後に EF 間のやり取りによって E がねあの勘違いしてですね C が D に対してあの大津不動産を贈与していたと勘違いして E は F に対してあの所有権移転登記をしてしまったんですね。 これが令和9年の4月1日ですでその後、まあと D が死亡した時にラーメン店1回閉鎖したんだけども、えー、令和9年の5月1日にラーメン店の営業を再開したとこれが令和9年の5月1日です。で E が F に対して贈与があったんじゃないんだと気が付いて令和29年4月1日に 所有権も続く明け渡し請求をしましたとで f は e に対していや20年の取得事項を援用してるわけですねだから E はもうあなたは所有者じゃないんですよとして所有権創出の公弁を取得事項を根拠にして言ってるわけですよでこの基準時っていうのが令和29年の4月15日なわけですねで これねざっと見た時にあれこれはなんか相続の事案でこの使用貸借に基づいて D が占有していたんだからもともとはこれ多種占有じゃないかとでも F がなんか相続してで所有権移転登記を受けることによってなんか所有権移転登記受けてるわけだから、まあ、自主占有に転換されてるんじゃないかと思われるわけですよね。でこの時系列をね比較してみると。 あの例えば時効の起算点要するに F の占有が自主占有に転換されたんだだからここから取得時効の起算点がスタートしますよっていう時点が令和9年の4月1日だった場合となると20年経過してますよね丸8の時点で。一方でラーメン店の営業再開した時点と比較するとこれは令和9年の5月1日なんで、えー、ダメですよね、えー、20年経ってないということです。そこで 取得時効の起算点をまあここ令和9年4月1日、まあ、さらに言うとあの相続によって専用をね承継した令和9年3月1日このどっちかを時点として、えー、取得時効の成立を認めることができないかこれが問題の本質です。ここに気がつけるかかどうかですで以上踏まえて見ていきますが、まあ、取得時効はね、えー、予備試験で 2回ぐらいいは取材されてるんじゃないですか、ね、まあ司法試験でも主題されてますし、えー、なので、まあ、司法試験で、まあ、軽くは主題されてますねなのでまあ等の書き方とかっていうものもね、えー、ちゃんと予備試験の過去問とかやっておけばつか、えー、むことができてるんじゃないかなと思いますただ今回はその真剣現の話がね絡んでいますけどねでここ注意しなければいけないのはね説問2でこれ E は F に対して所有権も続く返還請求権をして行使をしてるんだとでこれに対して F は E に対して所有権創始の抗弁としてこれこれの時点を基算点とする取得事項をね抗弁と主張するみたいなことは書かなくていいですなぜか今回は取得事項の成否だけ書けって書いてるわけで請求の答費書けって書いてるわけではないからですね。 なので取得事項ののレベルのことから書いいて構わないわなけですで F はオツ不動産の所有権について D を相続した令和,3年あ令和9年3月1日または所有権移転登記を受けた令和9年4月1日を期算点とする20年の取得事項の成立を主張することが考えられると。で所有の意思の有無これをね判断基準を示してで D は生前シートの使用貸借契約をもづいてオツ不動産の遷移をしていたんだと。 で使用貸借っていうのは貸主の所有権を前提するものなんでその客観的性質に照らすともちろん多種占有であって所有の意思に基づくものとは言えないと。で占有も、えー、相続すいませんここいらないですね失礼しましたここ削除しますね占有も相続の対象になるところ F は D を単独相続することで F の占有を承継しますと。ただ 占有する F. の承継、ええー、占有される D. の占有っていうものは。多種占有にもよるものなんで、占有。承継した占有、承継した占有を根拠にした取得事項の成立というものは。認められないわけです。そこで、相続によって新たな権限による自主占有の転換があったとして。ある時点から自主占有に転換したんじゃないかってことをね、検討することに。なるわけです。で、ここで。 まあ、相続に関すする、ね、論点ですよねで相続人が現実に物のシェアを始める場合には、えー、相続人独自の占有と非相続人との占有でその性質が異なることがあり得ると要するに相続人独自の占有ってことを観念できるようになってでそれが相承継した相続人の占有と性質が異なることってあり得るよねというわけです。であれば相続人保護の観点から自主性の転換を認めるべきだとこれね認めないと、えー、相続人が、ね、遺産を承継した場合、まあ、遺産を を承継したというか遺産の専有をね引き継いだ場合にいつまでも取得事項を成立しないことになってこれちょっと相続人保護にとってダメでしょとだから相続人が被相続人が多種占有である場合だったとしても相続人が自主占有に転換することによって取得事項の成立を認める余地肯定するべきだよねって話になるわけです。で えー、もっとも、えー、無制限に自主占有の転換を認めてしまうと所有者に対して、えー、自己更新の機会を与えることなく取得事項の成立が認められてしまってこれは所有者にとって不利だと。だから自主占有の転換を認められるためにはあっ、えーえー、これ相続人が自主占有をしてるんだなとだからこのままだと、えー、取得事項が成立して所有権失われてしまうんだってことを 所有者が気づくきっかけこれが与えられていなければいけないわけですそのきっかけっていうのが相続人による事実的支配が客外形的客観的に独自の所有の意思に基づくと返される自主占有事情なわけですねこれは要件二つあるわけですよ一つは相続人が当該物を現実に支配していること 相続人が当該部現実に支配していることでその現実的支配に基づく占有が自主占有に基づくってことにが外形的客観的に明らかであるとされる事情この2本です。で確かに所有権移転登記を備えた時点で、えー、なんかその所有の意思をね、まあ、要するに自分の所有権を前提とした、まあ、事情が認められるわけですよね。 でも現実的な、えー、自分固有のね物の,あの現実的支配を開始したっていうのは、まあ、やっぱりこれラーメン店の開開業をあの再開し営業再開した時点でしょうねだからあの自分の所有権を前提とした、まあ、行動っていうものは令和9年の 4, 4月1日からやってるわけなんだけれども自分の現実的支配っていうものが開始したのがそもそも令和ね 9年の5月1日なわけですよとなると、えー、現実的支配とそれからまあ自分のね、えー、まあ所有権があることを前提とした事情この2つがどっちも認められるのって令和9年の5月1日なんですねとなると令和5年1日の時点で初めて自主制の転換が認められることになるから F の占有がまあこの時点から所有の意に基づくととなると、えー、この令和 9年の5月1日を起算点にすると令和29年4月15日の時点では20年間経過してないわけだから長期取得事項の成立これは認められないという結論になるわけです。えー、以上がですね 民法の回答速報となります、まあ、結構ね過去問との関連性っていうのが強い問題だったので、まあ、予備試験の過去問もねもう10年分以上あるわけですからやっぱりね、まあ、重要な分野論点については予備試験の過去問からね、まあ、再度流用されるように徐々になってきて,なって,きているのかなと思います。なので、まあ、予備試験の過去問をやる際にはですね、まあ、この論点が再度主題される可能性があるんじゃないかってことも想定しながらですね、まあ、勉強するのが望ましいと。 いうことになりますでそれからねやっぱり予備試験の過去問っていうのは司法試験の過去問に比べてまあ科目によってちょっとばらつきはね一応あるんだけども基本的にはあの主題ののの幅といいいうももはは予備試試験験方が司法試験よりも私は広いと思いますなのでこれからね司法試験を目指して、えーね、勉強をもっと進めていくという方はちゃんと司法試験対策としてもあの予備試験の過去問はちゃんと復習してください。 特に私の,その予備試験過去問講座を受けてくださっている方であれば完成度の高い答案というものがねそこに反映されているわけですからちゃんとね重要な分野論点について予備試験過去問講座の参考答案を使って勉強しておけばそれも司法試験にも十分通用するね。 論述ができるようになるわけでありますから、まあ予備試験の出てくるかどうかが正試験で出るってこともね、普通にあり得るわけですから、まあちゃんとですね、まあ演習の穴をまあなくすって意味でも、えー、司法試験対策として予備試験過去問のね復習ってことはね、ちゃんと司法試験の過去問で並行してやっていただきたいかなと思います。で、それではですね、これで、えー、予備試験、えー、論文式の、えー、民法の回答速報は終わらせていただきます。えー、ご視聴いただきありがとうございました。